はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第126回でございます。で、今回は、卒業記念動画のお願いというテーマで喋らせていただきます。で、卒業記念動画と聞いてピンとくる方もいれば、え?みたいな方もね、いらっしゃると思うんですけど、ざっくり言うとですね、まあ、3月に小6の子とか中3、高3、まあ、看護学校行ってる方もいらっしゃいますけど、まあ、いろんなね、それぞれの学校を卒業するわけじゃないですか。で、その3月に合わせてですね、毎年卒業記念動画っていうのを勝手に作ってるんです。はい。今年3年目なんですけど。で、今年もそれをやろうと思っております。で、それの、ぜひね、みんなにこう力を貸していただかないとその動画作れないので、もしよかったら、力を貸してくれませんかっていうお願い動画になります。手短に済ませますので、もしよかったらちょっとね、休憩がてら聞いてもらえたら嬉しいです。で、百聞は一見にしかずだと思いますので、下の動画リンクのとこ、概要欄かなのとこに、去年と一昨年両方2年分の卒業記念動画リンク貼っておきます。去年は1本にまとめてて、一昨年が2本にしたのかな確か。計3本あるんですけど、今そこにテーマ、1、2、3って書いてあるんですけど、今年はね、去年とほぼ同じテーマにしてあります。ちょっとタイトルというか名前を少し書いてあるんですが、で、こう、そのテーマに沿って、皆さんからいただいたコメントをスライド、音楽をバックにつけてスライドで流すっていうのをやってるんですね。今年もそれをしたいんですけど、で、テーマとしては1番が後輩の声のメッセージです。で、これは、まあ、特に受験をね、みんな、まあ、小6の子、まあ、中学受験してる子はそんな多くないかもしれないですけど、まあ、高校受験、大学受験がね、こう無事終わって、まだね、今は真っ最中でしょうけど、無事終わって、で、これから、まあね、後輩との関係なんてないよっていう子もいるかもしれないです。自分とかもろに後輩全然関係なかったんで、部活やってなかったからね。そういうのなかったけど、でも、自分がこう、苦しんできたわけじゃないですか。苦しんで頑張ってきた。この1年間、まあ1年半、2年わかんないですけど、受験勉強頑張ってきて、終えて、その受験勉強が終わってね、振り返った時に思うことって多々あるじゃないですか。こういうことやっとけばよかったなとか、こういうとこでこういうふうに考えたらよかったよって。で、それをきっと、これから、ちょうどね、これから受験生になる、一個下の後輩の子たちは、同じように思う子がたくさん出てくるんですよ。みんなが通った道を通るの、基本的に。で、そういった時に、壁にぶち当たった時に、みんなから、特に自分がね、俺が喋るよりも、やっぱ受験を今、真っ最中、戦い抜いたみんなが、の言葉の方が届くと思うので、その後輩の子に、こういう時はこういうふうに考えたらいいよとか、こういうことに気をつけて受験勉強頑張ってねとか、こういう落ち込む時もあると思うけど、頑張ってねって、二人のメッセージ、もう応援メッセージとかでも全然構わないです。はい。っていうのを書いていただきたい。で、二番目が、今だから言えるありがとうです。で、これ去年は身近な人へのありがとうっていうテーマにしてたんですけど、一昨年も多分このテーマ、似たテーマ入れてたと思うんだけど、一番多いです。そう。今年も多分おそらく一番集まるのかなと思って、これを入れてるんですけど、普段ですね、まあ、特に中高生は反抗期の時期でもあるので、なかなか親御さんとか先生とかありがとうを言えないと思うんですよね。で、これはありがとうを言う相手は誰でもいいです。はい。まあ、家族とか、彼氏、彼女、先生、お世話になった先生とか、塾の先生でもいいし、友達でも、ね、もちろん親戚、いとこ、誰でもいいです。これ、たまに自分への送ってくれる方もたくさんいらっしゃるんですけど、自分は大丈夫だからね。そう。嬉しいけど。喜んじゃうけど。そう。基本的には身近な人への。ね。っていう、今だから言える。受験が終わった今だからこそ、気持ちに余裕ができた今だからこそ、ありがとうを伝えてほしい。って思いがすごくあります。受験っていうのは、基本的に一人で戦ってきたわけじゃないと思います。勉強したのはみんな自身だし、苦しんできたのはみんなが一番苦しんできたけど、やっぱりそれを支えてくれたね、ご家族の方がいたりとか、友達がいたり、ね、先生とか、あとはまあ先輩後輩もあるかもしれないね。いろんな方に支えられて、受験勉強を乗り切ったっていう方が多いと思う。自分もそうだったし。で、それはね、終わってみなきゃ気づかないんだよね。結構戦ってる時っていっぱいいっぱいだから、もう自分一人で、まあみたいな感じになるんだけど、終わった時だからこそ、こう気づく。なんか思ったことがあれば書いてほしいなと思います。はい。で、3点目が、これもね、去年と同じなんですけど、
お父さん、お母さん、まあ、保護者の皆様からですね、お子さんに、これは自分のお子さんに向けたメッセージをぜひ書いていただきたいです。で、これは去年初めてこのテーマを入れたんですけど、正直すごい不安だったんです、このテーマを入れるのは。けれど、やっぱり逆で、さっきはまあ中学生とか高校生が多感な時期だからこそ言えない言葉があるし、親御さんからしても、そういう時期の相手だからこそ、普段なかなか言えないこともあると思うんですね。で、ああ、でもこれ親御さんだからなーって、集まんないかもしんないなと思ってお願いしたんですが、結構たくさんの方からいただきまして、そしてしかもね、すごいこうあったかいんですよ、言葉が。で、今年なんでもう一回やろうと思ったかっていうと、今年、今年受験戦った子たちですね、の中で、去年のその受験、卒業記念動画のお父さんお母さんのメッセージを読んですごい励まされましたって。もちろんそれはありがとうのメッセージとか後輩のメッセージも全部そうなんですけど、いっぱい言われましたけど、その中でも、やっぱお父さんお母さんからのメッセージ、自分の親ももしかしたらそういうふうに思ってるのかもな、みたいなふうに思うと、頑張れましたとかっていう言葉もたくさんいただいたので、これはやろうと思って、今年もお願いする形を取りました。普段なかなかですね、自分の授業チャンネルはやっぱりこう学生のみんなが使っているものなので、なかなか、保護者の皆様からの認知はされていないというのは分かっているんですけども、ぜひ、今年受験を、お子さんが終えられた親御さんから、受験を終えた後で構わないので、もちろん、終える前、今戦っている姿を見てメッセージをいただいても構わないんですが、この動画を作るのは3月末なので、その時も受験は終わってると思うんですね。なので、そのタイミング、ちょっとタイムラグができてしまうんですけど、皆さんの、保護者の皆様の言葉も集めて、ぜひ、これから受験を戦う子たちへの、ひとまずちょっとね、背中を押せるものを作りたいなと思ってますので、もしよかったら、ご協力の方、よろしくお願いします。で、簡単な、参加していただく上で簡単なルールなんですけど、今3つテーマ挙げてるんですが、全部参加する必要はないです。1つで構いません。で、なので、今そこに、メールアドレスを書いてあるんですが、#、それハイフンじゃなくてアンダーバーですね。下の棒になります。で、数字の4、アンダーバー、leaf@yahoo.co.jp です。で、それが自分への直通のメールアドレスになります。で、そちらにですね、タイトル、件名ですかね、メールを送る際にタイトル、件名の場所に番号を打ってください。で、これは、1、2、3、その参加する番号でいいです。もし、1番、2番両方書かれる方、2つ書くよって方があれば、1、2って書いていただければ大丈夫です。で、これはですね、自分今、たくさんメールをちょっといただけるようになっているので、こう、確認ミス、確認漏れをですね、防ぎたいんですね。なので、こうタイトルが数字だけっていうメールなかなか来ないので、それが来たら、ああ、これ受験、卒業記念動画のやつだと思ってチェックをして、ファイルをそっちに集めようと思うんです。なので、ちょっとタイトル、件名に番号を入れるのを、ご協力よろしくお願いします。で、あとは、その本文の方に、メッセージですね。どれで参加していただいても構わないんですが、掲載するメッセージと、ペンネームと都道府県名を必ず書いてください。で、去年とか見ていただければわかるんですが、都道府県名必ず載せています。で、ペンネームも一緒に載せます。で、これはですね、本名で、去年数名本名で送っていただいた方がいらっしゃったんですが、本名で書いてある場合は、載せることはしません。で、これ本名じゃないんでって言われる方もいるんですが、実名っぽい名前の場合は、その実名の方が他にいらっしゃる可能性があるので、その子と、こう、その子が送ったわけではないのに、その子が送ったみたいなことになって、ちょっといざこざになるのも嫌なので、自分だったらハイチって確実にペンネームってわかりますけど、そういった感じのペンネームでぜひ送ってください。で、これはペンネームと都道府県名、どちらかが漏れがある場合も掲載はしない形になってしまいますので、その点ご協力よろしくお願いいたします。で、締め切りなんですが、まだ具体的に決めてないんですけど、おそらく受験が一番遅くても3月中頃には終わるのかなと思っています。なので、去年3月20日かな、締め切りにしたんですけど、そのあたり、3月20日あたりを目安に今年も締め切りようと思っております。で、じゃあなんでこの段階で、しかも卒業っていうか、受験も終わってないじゃないですか、みんな。真っ最中だと思うんですけど、これなんでこの時期に、この話をするかっていうのを最後話して終わらせてください。
で、これはですね、あと意図がちゃんとありまして、もちろん保護者の方に関してはちょっと違いますけど、もしこれを聞いてちょっと参加してみたいなって思われた、思ってくれた方がいたら、例えばじゃあ1番2番どっちでもいいですけど、まあこう2番だったらさ、今だから言えるありがとうでしょ。で、自分だったら誰に書くかなっていうのをちょっと考えてほしい。卒業受かった後に語学発表を見て語学したって、でその時誰に言いたいかなって、でそういうのって自分よく話をするんですけど、いいイメージを持って受験に向かってほしいんです。それはですね、受験本番でしっかり解ける自分っていうのももちろん大事、それが一番大事なんだけど、心に余裕を持ってよし行ってくぜみたいな感じで迎えてほしいんだけど、やっぱりこれから本命、特にやっぱ私立が、高校受験でも私立が終わって、これから県立の、まあ、古いあと公立だね、本命に行くのが多いんだけど、やっぱり本命の方がプレッシャーかかるんだよね。落ちたくないから、そこが本命なんだもん。でその時にやっぱり近づけば近づくほど、どんどん気持ちがね、こうなんて言うんだろう、なんだろうな、ピリピリし始めるんだよね。でそうするとピリピリすると焦りになるんだよ今度。で焦ってしまうとどんどん勉強ができなくなるのね。そう、焦ってしまうから解けないっていう、普段解けてたのに、でイライラするって悪循環に陥ってしまうから、自分が受かった後に、受かった後に誰にこうありがとう言ってるかなって、ああ誰、あの人に言いたいな、こういうこと言いたいなって、じゃそれを卒業記念動画で書こうかなみたいな、いい自分をイメージするきっかけにしてほしい。だからこの時期に、去年もね、多分1月、多分ほとんどこの時期、同じ時期、日にちぐらいにこの動画アップしたんですけど、卒業記念動画のやつね。なので、まあこれは完全に俺のね、勝手な思いというか、うん、押し付けてるんですけど、まあそういった意味で一応この時期にアップさせていただきました。なので、まあひとまずはその3つのテーマで今年卒業記念動画を撮ろうと思っておりますので、もしよかったら、受験が終わってからで構いません。その時の気持ちで送っていただけたらありがたいです。これ数が集まらないと、企画倒れになってしまうので、もしよかったらご協力の方よろしくお願いいたします。ではすいません、12分喋っちゃったんですが、今回もねここまでお聞きいただき本当にありがとうございました。で次回がですね、ちょっと何個かで迷ってるんですけど、テーマ、まあ受験の相談がめちゃくちゃ多い今で、まあキャスとかね、今勉強キャス2日に1遍ぐらいは毎日やってるようにしてるんですけど、そう、勉強キャスでもそうだし、YouTube コメント、Twitter コメントでもね、たくさん今いただいてるので、まあその辺ちょっとまとめて、特に多いやつ、相談で。多いやつはね、他にもその悩みを思ってる子が多いかもしれないから、その辺をちょっと答えていこうかなと思っておりますので、ちょっとずれる、変わるかもしれないけどね、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。